セルガーデンに監禁されていた少女を無事救出。しかしその直後、轟音と共に現れたのは天国だった。天国が来る。次々と街が破壊されていく中、主人公は白い虎と出会う。あ、これ倒さなきゃ。出会ったそばから和解の道はないと踏み、体験を振り下ろすのだった。天国とは何なのか、天罰とは何なのか、このパート4を見ればわかる。今それをここで言っちゃおしめよう。さて、前回は天国からやってきた人たちが天罰をしにやってきて、その甚大な被害によってパノプティコンがもう壊滅的と、でその復興ボランティアをとっととやってこいというわけで、レディーゴー。さて、今回はシビリアンさんを助けろとかではなく、あそこのいかつい形をしたアブダクターさんを退治せよというミッションなので、今日という今日は速攻で片付けるわよ。お、倒れた倒れた。この人なかなか脆いんじゃないか。いや、しかしね、しかし前回のホワイトタイガー参戦からちょっと不安に思ってたんですけど、もうヒットポイントの減りようがね、ほんと1ミクロン単位なんですけど、これ大丈夫なんだろうな。これやっぱナイフは手数が大事ですからね。こう塵も積もれば山となでしこ。死抜きで、いや、パノプティコン抜きで、なんか今まで以上にすごいアクションができるようになってきた。こうしてね、ロックオンするとかなり戦闘が楽になるというのが今回で分かったような気がする。やっと分かったような気がする。こうダメージを受けずにこうちま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 やっていくには最適というわけか。ナイフもね。ということはバカとナイフとセナさんは使いようか。こう二丁拳銃とナイフと茨でカドラのセナさんって二つないけるんじゃないでしょうか。はい、ダイブ。お、昨日停止した専属アクセサリーを救え。あ、もう手が倒れてる。敵を倒しましたか。お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。さあ、ぐたりと敵を倒すことができました。前回のホワイトタイガーよりかは全然早くスピーディーに退治できたと思いますと。今回の原型はマイナス957年。いや、第三コード昇格おめでとう。大変だったみたいだね。心配しなくても大丈夫だよ。しっかり手は打っておいたから。天罰の影響でユートペディアの登録情報がいくつか消滅しているのが分かってね。よし、彼女を呼んでくるよ。ちょっと待っててくれ。あの時は助けてくれてありがとう。私ベアトリーチェと言います。みんなが親切にしてくれたから。それは僕も聞きたいところだね。セルガーデンに監禁だなんて聞いたことないよ。君は何者なんだい。私天国から来たんです。やっぱりそうか。父さんを探すために。私の両親は天国の中でも穏健派で、地上からの収奪にはずっと反対してたの。そのせいで何度か怖い目に遭ったりもした。そして母さんは亡くなって、そのすぐあと11年前、父さんは天国を出て地上へ降りたの。私たちには何も言わずに。本当に突然のことだった。天国では父さんは妻を亡くしておかしくなったとか、新しい女に騙されて下界の欲に取りつかれ堕落したとか、いろいろ言われてた。でも私はそんなこと信じられなくて。それからいろんなことがあったけど、父さんが降りたのがこの辺りだってことが最近分かって、それで私も降りてきたんだ。だけど私はすぐに捕まってしまって、それからずっとあそこに閉じ込められていたの。それが私にもよくわからないの。研究者みたいな人たちにずっと体を調べられてた。それは妙だね。ここだけの話、結構いるんだよ天国から来た人って。そうなの。うん、だから天国の人の体をあえて今調べるにはきっと何か理由が。こんなところで何をしている。要件を手短に話す。我がパノプティコンは
先の天罰で甚大な被害を受けた。よって貴様らトガ人に復興ボランティアへの参加を命じる。おい大丈夫なのか、こいつがボランティアなんて。大丈夫、向こうにいた頃に戦闘訓練は受けたことがあるから。それにここで逆らうとみんなに迷惑がかかるんでしょ。そうだね、ナタリアに目をつけられないためにもここは受けておくべきだろうね。そうだな、俺も相棒もいるからな。何かあったらすぐ知らせろよ。勝手にロストなんてされても困るからな。いってらっしゃい、気をつけてね。ベアトリーチが捕まっていた理由については僕も調べておくよ。あの、聞きたいことがあるんだけど。うん、チェーザレって名前聞いたことないかな。そっか、ごめんね、ありがとう。父さんの名前なんだ。そうだよね、知らないよね。急に変なこと聞いてごめんね。そういえば新しいボランティアが申請できるようになってたよね。行きましょう。はい、間髪入れず次のミッション、メガラニカパノプティコン勢力から市民を、シビリアンを4名奪還せよというわけで、今回も頑張って気合を入れてミッションクリアしていきましょう。丸ボタンをかなり連打しているつもりなんですが、なかなかこう溶接しづらい。こいつは動いてる動いてる。おとなしくしてやがれ。うわっ、よし、さあシビリアンさんを回収しました。護送機はどこだ。護送機がかなり遠かったぞ。一人、うわティガレックスかお前。シビリアン解放、シビリアン解放、シビリアン、あーこんなところにこんなところにうつくまって、本当にもう戦場の真っ只中だよ本当。後ろから追ってくるからさ、絶対来た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 、あー来てる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 、来るぞ来るぞ、どこだどこだ、あ来た来た、はい、3人目。前回からパーティーに入ってくれたアストリーチェさんがボランティアを成功させてくれました。4人目のシビリアン回収、今回はマイナス990年の原型。はい、お次はザナドゥ PT 勢力を戦場から排除せよというパナプティコンですがボランティアですが対人戦闘になるかと思います。レディーゴー。ふぅ、今日という今日は速攻で痛い、いるはいはいはい、あ当たらない当たらないんすけど、ちょっと待ってもう、はい、上にいる、上から狙ってるんでしょ、もう倒れてる。はい、そっから狙ってんのは分かってんだよ、上から行かせてもらえ。もう倒れてる、早いよ。俺の出番がないんですけど、はい、ちょっと待って、マティアさん待って、いや俺の仕事を取らないで。痛い。よし二人一遍に片付けてあげますよ。さあ残り戦力はわずかという、アクセサリーさんからの報告がありましたから、上か、そんな鉄パイプの上からね、痛い。ちょっと地面に落ちた時の音がリアルすぎます。ここだ、何俺がそっぽ向いてる間にボランティア成功してしまったんですが、あー対人戦闘はなれません。なんかよくわからないうちに終わってしまいましたが、しっかり原型はされたようです。マイナス1100年。
前たちも復興ボランティアの帰り。お？その子か。お前がどうしても助けたかったっていうのは。ベアトリーチェです。よろしくお願いします。俺はウーベ。こっちのヒョロ長いのがカルロスだ。わからないことがあったら気軽に聞いてくれ。それと、そうかしこまるな。余計な気苦労はシビリアンや中央の連中だけで十分だからな。まだまだこれからだな。天罰が来るたびにこんな調子だ。どうにかしたいものだが。そんなことよりもよ、俺そっちの女の方が気になってるんだよな。そいつセルガーデンに監禁されてたんだろ。やたら厳重な監視までつけられてよ。一見おとなしそうな顔してるが、本当はどんな極悪人なんだ。そんな極悪人だなんて。私はただ、みんなには知っておいてもらった方がいいと思うから。私実は天国を抜けてきたんです。なるほど、そういうことか。それでなんだよ、驚いて欲しかったのか。え、どういうこと。元天兵の連中なんてそこら中にいるんだよ。誰がそうとはわからない連中がほとんどだけどな。ま、そういうことだ。わざわざ素性を明かすやつは珍しいがな。体制側も監視するもんが膨大すぎていちいち見てらんねえってことだ。アクセサリーだけでわかることなんてたかが知れてるしな。そうだね、聞いてみる。あの、私は父さんを探しに来たんです。この PT のあたりに降りたという情報があって、それでこの近くに降りてきて調べていたら捕まってしまって。親父さんの名前はなんて言うんだ。チェーザレと言うんですけど、ご存知ありませんか。チェーザレ、チェーザレ、聞いたことがないな。俺もだ。興味のねえことはすぐ忘れるたちなんてな。そうですか。こっちでも少し調べてみよう。何人か過去の情報に詳しいやつを知っているからな。本当ですか。ま、気が向いたらな。よろしくお願いします。ところで、お前たちもボランティア帰りなんだろ。もう今日は独房に戻って休んだらどうだ。チェーザレ、チェーザレね。聞いたことがある名前。彼は変革を目指して、そしてまあ君の頑張り次第ではいつか会えるかもしれないね。ビッグニュース、ビッグニュース。おめごとには首を突っ込まないで。まあ、実は男だって話だぜ。もうあなたも分かっているんでしょ。私はあなたを反逆者として扱います。